さ、ブラッドってあのフライヤーってとこで訓練を積んだエリートなんでしょ。
何もさせてもらえなくて、すごく気を使ってくれてるのが痛いほど分かった。それ以来一緒にミッションに行くの避けちゃってたっていうか。あのね、私うまく話せないかもしれないからお願いします。ミッションの目的は荒神の掃討だが、俺たちの本当の狙いは金色のグボログボロだ。奴らの体には希少な金属が含まれている。できるだけ多く確保したいものだ。前衛は俺とお前だ。エリナは距離を保ちつつ支援射撃を。はい、行くぞ。今日はここでお別れだ。俺はフィールドワークが残ってるんでな。人気使い。でもそういうの気にしないんだね。正直言うとさ、あなたが来たばかりの頃はブラッドなんて温室育ちのエリートで肩書きだけのくせにって決めつけてたの。だからブラッドなんかに負けるもんかって思ってた。だってここを守るために血を流して戦ってきたのは私たち極東支部の普通の人気使いたちだもん。うん、今ならわかる。そう、それでね、あのね、もう意地張るのやめた。私先輩についていく。そうそう、極東の流儀に習って先輩って呼ぶからね。いいでしょ。やった。それじゃあ先輩、どんどんミッションに連れてってよ。私は弱音なんか吐かないし、どこまででもついてくから。そうだ、あとさ、今度買い物も行こうよ。コータ隊長の家の近くに可愛い雑貨屋さんがあってさ。
昼泣きながらジンキ抱えてリッカさんのところに行ったよ。ちゃんと治るって言ってるのに大げさなんだから私が一人で戦ってる間もジンキがジンキがって案外情けないよね。ああいう状況でかっこよく敵中突破して離脱なんて映画の中だけだもんね。エミールが隠れる場所もあったしさ、援軍来るまで私が守ればいいし、それぐらいの実力ならって。エミールが逆の立場でもそうしたと思う。あのさ今なんて言ったの？もう一回言って。ああ、何それ、なんで言ってくんないの？やっぱり今はまだいいや。いつか肩を並べられるように頑張るから。それまでよろしくね、先輩。